韓国で売ってません。なのでキンパ、トッポキとか食べたい方はプニシッチっていうところに行って食べるのがほとんどなので、こういうところは新大久保ならではの雰囲気なのかなというふうに思います。その時は皆さんの韓国語のレベルよりも断然下なんですよ。明洞でマッサージ行ってきたよとかぐらいだったんですよ。本当に新大久保にいる男性って結構いろんな髪型してますよね。韓国アイドルスタイルだ。皆さんこんにちは、ジンです。韓国人が新大久保にいて驚いたことについて話したいと思います。は、新大久保コリアンタウン、皆さんも多分行ったことあるかと思います。行ってない方もいると思いますけど、そういう方には役に立つ情報、そして行ったことある方は新しい発見になればいいなと思います。それでは行きますよ。まず一番の違い、食べ物が全然違う。韓国でもサムギョプサルチヂミ食べるじゃないですか。日本もだって新大久保ってそうやって売ってるじゃん、同じじゃんっていう方いるかもしれないけど、私が言うのは種類の違いではないです。お店で売ってるものが結構違うっていう印象はあります。皆さん、あの明洞とか行ってあんまり新大久保と違いがわからない方いると思うんですよ。私もこの前に明洞の観光客がよく来るお店に行きました。座ってる人はほぼ日本人、中国人、多分観光で来てる人たちが多い。まあうちも10人ぐらいで入ったんですが、カムジャタン売ってるんですよ。コムタンも売ってました。チヂミも売ってました。冷麺も売ってた。サムギョプサルも売ってた。あれ、新大久保に似てませんか？これが明洞の特徴ですね。もともと韓国の普通の、まあ、明洞の一部の観光地を除いたら、だいたい食べ物はその種類が分かれてます。まずサムギョプサルのお店はその他の肩ロースとかカシラとか、まあ、そういう肉は結構あります。あるけど、いきなりチヂミとか出すっていうのはすごい珍しい。もうほぼ見たことがない。でも新大久保だと基本ですよね。新大久保とても有名なお店、トングン、まあ、トマト、そういう有名なところを筆頭にほとんどのお店がいろいろ売ってます。私は冷麺、私はビビンバ、私は肉みたいな、そうやって食べるのも不思議に思いました。韓国はだいたい統一して食べます。ここでは何食べるなんですよ。つまりサムギョプサルか肩ロースか決める。でそれを食べたら1時間ぐらいですかね、お店出ます。次タッカルビ食べたいって言ったら、みんなタッカルビ食べに専門店に行くわけなんですね。日本で言うとしゃぶしゃぶ食べに行って、その次に串焼き屋さん行って、その次にまあバー行くみたいな感じでこのように行くんですが、新大久保はどのお店入っても売ってるメニューが似てるので、まあ、逆に困らなくていいかもしれないんですけど、専門的なお店は少ないっていうふうに思います。その次、種類も結構違いますね。なんでゴガルビ売ってない、ドゥンガルビあったのになくなったし、ゴムジャンが売ってるところも少ないし、ファメギもほとんどないんだよね。私わざわざ変なのを言ったわけじゃなくて、一般的に食べるものって結構あるんですよ。その中で幸いなことに刺身屋さんっていうのは一部あるんですけど、他にもいろいろお店があったらいいなっていうふうに思ってます。私が今言ったようにファメギとかゴガルビとかっていうポジションは、まあ家系ラーメンとか十割そばとか混ぜそばとか、まあ、このぐらいの位置づけなんですよ。だから、まあ、毎日は食べないかもしれないけど、一般的にお店探せばあるよねみたいなっていうのが、まだ新大久保にはちょっと足りないっていうふうに感じます。その次、韓国スーパーなんですが、キンパとか作ってあるのを買ってる人多いじゃないですか。韓国で売ってません。昔は売ってたんですよ。大きなスーパーとか行くと中で作って売ってるところがありましたね。最近はミルキットっていうのがとても発達しているっていうのもありますし、レトルトとかがほとんどですね。なのでキンパ、トッポキとか食べたい方はプニシッチっていうところに行って食べるのがほとんどなので、こういうところは新大久保ならではの雰囲気なのかなというふうに思います。でもキンパとかね、どんどん値段がね、昔に比べて下がってるので、私もたまに、ジェイちゃんにあげるために買って帰ったりもします。その次、2番目、見た目が違う。皆さん新大久保行くと見た目どう思います？あ、韓国人っぽいと思う方います？むしろ韓国によく行ってる方は私が言ってるのがどういう意味か分かると思います。これ韓国のスタイルじゃない、韓国アイドルスタイルだ。気づいた方いますか？新大久保にいる男性って結構いろんな髪型してますよね。ミント色とか茶髪は基本で、まあ黄色とか赤とかもあるし、結構そういう人たち多いですよね。で韓国でめったにないんですよ。あ、見たことあるよっていう方いるかもしれないけど、その方は多分明洞とかホンデに行ったからでしょ。あのホンデっていう場所は韓国を代表するところじゃないですよ。もともとホンデっていうのは法医帝発教なんですよね。ここの一番有名な学科は美術学科です。デザイナーとかがよく行くところとして有名な学校なんですね。ちょっと派手な
そして独特なお店がたくさんあるのがホンデなんですが、なぜか日本でこういうイメージありませんか？日本はちょっと地味だよね、韓国は派手でなんか自由な国だよねって思う方いるかもしれないけど、そういう方は私が住んでるオリュドンをおすすめします。日本とあんま変わんないですよ。むしろ日本の方が派手なので、私の友達とかも表参道とか原宿とかで日本を見ててコスプレしてるじゃん。だから日本の女性って結構フリルついてパンツが見えるスカートってよく履くよねって言うけど、皆さんそういうの履いてます？履かないじゃないですか。だからそういうイメージが怖いんだよね。ホンデで見てる派手な人ってすごい一部の人で、そういう人だとしても25歳未満です。25歳もこいつって25歳なんですよ。20歳です、大学1年生まで。ちなみに私はいろんな髪型をしている人間です。昔あの赤い髪、青、もう虹でした、虹、レインボーだったんですよ。本当に全てをやったんですよ。でいつまでやったかっていうと大学1年生まで。で2年生落ち着いてきて軍隊入って、その後はもうほぼ黒か染めたとしてもちょっとまあ茶髪ぐらい。逆に YouTuber 始めてからまた紫とかたまにやったりはしてたけど、やらないんですよ。自分がやりたいっていう気持ちがあるかもしれないけど、韓国で結構あの周りの社会の目を気にするわけなんですね。やりたい気持ちが負けちゃうんですよ。これが勝てる人っていうのがだからホンデにいるっていうイメージなんです。染めれば韓国人っぽくなるっていう考え方は多分違うかなというふうに思ってます。まあそれだけじゃないですよね。新大久保のイケメン通りとか歩くと、イケメンじゃないのにイケメン通り歩いてアイドルみたいな人たちがビラ配りとかしてますよね。コンサートホールみたいなところで公演するので来てください、まあただですとか、まあドリンク一杯で OK ですとか、そういうのが書いてある。つまり自分がアイドルとしてデビューをしたくて、もしくはもうデビューをしたけどファンを作るためにそうやってあの配ったりするのが多い。それ韓国で見たことあるよジンさんっていうかもしれないけど、それもホンデ一部です。韓国のホンデでそうやってビラ配りをする人はアイドルっていうよりはインディバンドの方が多いですよね。ファンを増やすっていうより、こういう歌手を求めてる人っているんじゃないですか、この世の中に。でその人たちにアピールをする方法がこれしかないから、そこでアピールをするんですよ。だから根本的に日本でアイドルとしてビラ配りをする人とはちょっと違います。新大久保の方は整形型ですよね。整形型見てくださいみたいな、なんか感じっていうか、韓国はどっちかっていうと、あのうちの音楽はこういうスタイルだけどどうみたいな、ちょっと違うイメージはあります。その次、また食べ物屋さんの話に戻るけど、今アイドルのつながりでね、どこのお店行ってもでっかいテレビがあってミュージックビデオ流してませんか？バンババンババンバババババババブラックチキン食べてるのに、なんかブラックピンクコンサートのように聞こえたりとか、ブルタウルデーとか言ったり、これは昔からですよ。東方神起のライジングサーンのところから、ビッグバンのダークオジンマンみたいなところから、昔からやっぱりあったんですよ。あったけど今も同じですよね。2人で話すために来てるのに、2人ともこうやってずっと見てるよね。大体みんな友達に会いに来てるのか、そういう音楽聴きに来てるのかっていうのがちょっと面白いなっていうふうに思いました。観光だと音楽流すと人が来ない場合もあると思います。もちろんお母さんは絶対行かないし、私も大体うるさいなっていうところはあんまり行かないです。皆さんはどう思います？私のチャンネルを見てる方、本当に若い方から年配の方もいると思うんですけど、私から見たら日本ってちょっと年上でも音楽聴きに行く派もいるし、まあうるさいからやっぱり静かなところに行く方も結構いる感じ。韓国は若くても特に音楽に興味なければ静かなところに行きたがる。まあうるさいところが好きなっていうのは、自分たちがうるさくするぐらいのテンションまで音楽を流してくれるところは好きなんですよ。つまり結局あのここがメインなのね、喋るのが。日本だとずーっと見てる感じ。やっぱりあの音楽が好きな国なんですかね。世界音楽史上2位だけに全国民が音楽にざわついてるというふうに思います。その次、3番目、雰囲気が違う。まずお店の雰囲気なんですけど、あんまり皆さんお酒飲まないような気がします。韓国はみんな飲むんですよ。みんな飲むけど日本だとあんまり飲まない。結構可愛いですよね。ヒゲ茶くださいみたいななんかないですか、サイダーくださいみたいな。あんまりないですね韓国は。焼酎とか飲まない方もビールちょっとみたいな感じですね。なので雰囲気がちょっと違います。韓国はだいたいお店に滞在する時間が1時間か長くて1時間半ぐらいなんですよ。まあそれお店にも配慮だし、あとすぐ食べ物飽きちゃうんで入れ替わりで違うところに行きたがるっていうのも韓国の特徴なのかな。だから1軒目2軒目3軒目4軒目とかはしごするっていうのが、日本で言うと元気だねって言うけど、4軒目行くのにかかる時間で4時間なんですよ。だからそんな珍しくもない。日本だと多分お店入ったらほぼそこで終わりません？
なんかそういうイメージがありますね。あと外国人が結構多いです。昔は本当にコリアンタウンのような感じだったんですよ。ビッグバンの時代ね、あの時は韓国人が日本語ができなくても仕事でね雇ってくれるから、まあ、そこにいます。で不動産もよくわかんないけど契約とかを全部代行でやってくれるから、まあ、新大久保に住みますみたいな留学生たちが多くて、駐在員とかが来たらご飯食べたいじゃん、故郷のもの食べたいから新大久保に来るみたいな感じで韓国人が結構多かったんですよ。金曜日の夜になるとキャリーゴロゴロこうね持ってきて駅から降りる女性2人組とか結構いたんですよ。お店座ってたらわざわざ広いのにここ座るのね。で声かけるんですよ、アンヨンハセヨンみたいな。まああの時は皆さんの韓国語のレベルよりもう断然下なんですよ。ずっとヨン様の話ばっかり、もうビッグバンの話しかしない。コスメはこれだよねとか、皆さんは今いろんな情報知ってるじゃん、クァンジャン市場がなんちゃらとか珍しい。昔はクァンジャン市場とかがネタにならなかったの、明洞でマッサージ行ってきたよとかぐらいだったんですよ本当に。であの時は本当そういう雰囲気でしたね。なのですぐに仲良くなれて友達になれるみたいなイメージだったけど、今は隣になんか韓国人が座るだろうが日本人が座るだろうが、まあ、お互いに興味ないみたいな感じになってますよね。あとコロナ終わった後に結構韓国人いなくなったんですよ。中国人、ミャンマー、インドネシア、マレーシア、あのネパール人とかが今は集まっているので、まあ、コリアンタウンっていうよりはなんかグローバルタウンみたいになってます。なので昔とは雰囲気が違う。私が歩いたとしても私の故郷を歩いてる感じだっていう雰囲気が昔は結構あったんですけど、だって海外なのに前でチキチョ後ろでこの野郎みたいな感じなんですよ。まあ、韓国語で言うと、まあ、本当に面白いよね。皆さんもそう思いません？海外行ったのに前でなんか日本語聞こえたり後ろで日本語聞こえたりすると面白いじゃん。そんな感じだったのが今は何言ってるのかよくわかんないですよ。イーロサンスチャイケンみたいななんか言ってるんですよ、ね、ずっと。だからよくわかんないです今、うん。そして最後、韓国の伝統的なお店、そして食べ物屋さんがないイメージ。まあこれは少しちょっと変わってほしいなっていうふうに思ってますね。例えば韓国のインサードンとかイクソンドン、そしてジョンノとかそういうところに行くとゆっくりできる、そういう韓国の趣が味わえるお茶屋さんとか駄菓子屋さんみたいなところもあったり、素敵な定食屋さんとかがあって、とてもなんか素材にこだわったお店とかっていうのが韓国にあると思うんですね。そしてお土産屋さんっていうのがあって、そのポジションでね有名な人が作ったものとかっていうのがあると思うんですけど、まあこれはしょうがないかもしれないですよね。一番売れやすく早く回転がいいもの、まあ、サムギョプサルとチヂミだからもう全部一緒に売ってる理由がそれなんですよね。ちょこちょここうやっていろんなものが食べたい日本人の習性っていうか、そういうのを知ってるからそういうお店が出てるっていうのも分かるんだけど、コリアンタウンなんで1店舗2店舗ぐらいはちょっとあってほしいなっていうには思います。例えば日本の浅草とか行くと刀売ってるところとかあるじゃないですか。買わないとは思うけどなんかあるじゃん。そういうのがないっていうのがちょっとね寂しいなっていうふうに思ってます。なので新大久保にたくさんお店を持っている金持ちのオーナーさんたちはこういうお店とかもね日本と韓国の友好のためにちょっと作ってもらったらどうかなっていうふうに思ってます。素敵なね韓国のキーワッチっていうところで素敵なスペースに座って超高速 Wi-Fi で携帯をいじりながら美味しいおみじゃ茶で喉を潤したいなっていうふうに思ってます。はい、今日は韓国人が見た新大久保何が違うのかについて話をしてみました。今日の動画が役に立ちましたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。안녕히계세요여러분。ちなみに私は音楽を流さないお店をよく探して行ったりします。この間チキン食べに行ったんですよ。画面にニュージーンズとか出ると見ちゃうんですよ。ずっと見る。その次は誰か知らない人が出てるのにずっと見てる。一回 見始めると。その後残るのは何ですか？お会計だけですよね。終わるんで本当になんかもったいないなみたいな感じします。